はい、こんにちは、文具王です。えー、今日はですね、えー、まあ,あの、学童用の文房具の、まあね、定番というかペンケースの話なんですが、そこからですね、多分雑談がすげえことになりますということでですね、今回もまためんどくさい、えー、解説の、えー、番組になると思いますので、共用番組として見てください。はい、今日紹介するのはこちら。はい。えー、ドッキングジェットっていうね、 ええー、あの、ペンケースです。えー、くつさんが発売したばっかりのペンケースなんですが、これがまたちょっと面白いんですよね。えー、っとですね、ま、あ何がって言って、もうね、基本はこれですね、ドッキング Z っていう名前が何かっていうと、まあ、ドッキング、ここですね、カシャってやるとですね、これが外れるっていうね、ものになっていて、まあ、両側についてるですね、この、えー、パーツが外れます。ね。なんで、まあ、ドッキング、まあ、ドッキングと、ね、 合体分、分離ができるっていうものなんですけれども、またよくできていてですね、えー、ここの部分がですね、片側、こっち側はですね、実はこうやってパカッて開けると、鉛筆削りになっています。ね。って感じです。まあ、ここに鉛筆削りのマークが刻印してありますけども、こっちが鉛筆削りですということですね。えっ、ー、と、クズを捨てるときは、ここのところがこうパカッと開くようになっているので、こう、こうやってやると、ま、くずケース。 まあ、なっているので、そのまま。で、あの、持ち運びの時にね、くずこぼれないように穴のところには蓋がついている、えー、ここがですね、えー、まあ、鉛筆削り。ね。それから、こっちがですね、まあ、あの消しゴム収納スペースですね。っていうふうになっています。ここに消しゴムの絵が書いてあります。消しゴム収納スペースです。で、まあ、なんでこんなことになっているかというと、中パカッと開けるとですね、中には、まあ、鉛筆のね、収納の、まあ、いわゆるこんな感じですよね。で、あ、逆だ、こっちら。 はいえー、ペン先をこっちに入れてあげとかって入れてあげると、まあ鉛筆収納ができますよというのと、ここはね、だいたいね、名前ペンとかを入れるようになっていてっていうことですね。で、くるっとひっくり返すとですね、こっち側はですね、はい、パカッとやると、えーっと、広がっていてですね、ここは、えー、定規スペースですね。あの、三角定規とか、よいしょ、あ、しまっちゃった。はい、パカッと開けてですね、よいしょ。 はい。こういうところにですね、ちょっと立ちちゃうので、えー、恐縮ですが、えー、三角定規とかですね、そういうあの分度器とかね、定規類を入れたりするような薄型のスペースになっていて、という形になっていて、まあこれがですね、ねガシャッと合体できるっていうね、風になっています。カーンっていうね。これがまた、まあね、ここに、まあ割とギミックはちゃんとできているんで、カシャッって入るんですけれども、ね。 あのー、もうちょっと色々と気になってる人はいると思いますが、ね。これ何かに似てる気がしなくもないです。しかもこうやって絵が変わるんですよね。絵が変わるっていうね。<laughs> この <laughs>、えっとー、もう明らかに、ま、ああの、運を天に任せる某メーカーのですね、ゲーム機に似てないくもないですが、えー、が、これは別にゲームではないんですね。これはね。 こうなっているんですが、例えば鉛筆削りをこう外すとですね、これがですね、まあこれがあの元々のサイズがですね、まあノーマルサイズなわけですよ。結構ね、長さがある、あね。なので、まああの、大きいんですけれども、これね、あのランドセルに縦に入れるには全然いいんですけれども、 ランドセルの横幅にぴったり合わせて入れる。あのね、荷物がある上に、こう、えっ、ー、と、教科書とかがあるところに、こうやって一緒に入れちゃうとですね、まあ、この反対側のね、空いてるスペースが無駄になってしまうっていうのもあるし、まあ、なので最近流れとしてはですね、ランドセルの、あの、上の余ったスペースのところに横に置くっていうのが、 流行ってるわけです。で、そういうのにしようと思った時に、これ横の幅があるので、これ外します。外すとですね、これがですね、コンパクトっていうサイズになりますよと。あの、これ、あの、こうやってねパ、パッケージこんな感じなんですよ。ドッキングジェッっとってなっていて、4度はチェンジ筆入れってなってます。で、ここにちょっと一応書いてあるんで、このね、説明書を読みましょう。えっ、ー、と、消しゴムボックスと鉛筆ケースで、変形合体メカ筆入れってなってて、ここ台紙開けるとですね、サイズがチェンジ。 で、ノーマルっていうのが両方ついてるやつが、コンパクトって言って、1個外します。で、両方外すとミニマムってなって、すげえちっちゃくなるよ、ということです。取り外しできる。鉛筆削りになってます。なので、えーとですね、まあ、これを1個外すとですね、まあ、ランドセルの横幅サイズになるので、ランドセルに上からこうやってはめれ、置けるということですね。あのここに書いてある、ほら、横向きに入るランドセルにっていうね、鉛筆削りを取れば横向きに入るってなってます。 ね。ということで、機能性も抜群って書いてありますね。えー、で、必要なものは全部入る大容量ってね。必要なものってな何だっていう話なんですけども、さっきのあれですね。まあ、こっちにはそういうのも入れられるし、えー、こっち側は普通のペンケースとして、まあ、あのー、学校でまず必要と言われるのが、鉛筆4本以上、12345。 六、六、六本入るんですね。これね。えー、ぐらい入って、えーと、あと赤鉛筆とかを入れる。ね。丸付け用の赤鉛筆が入るので、だから鉛筆五本と赤鉛筆が入って、かつ、ここにはですね、えー、名前ペンが入るってこれ大事なポイントです。ね。学童用としては。で、これ鉛筆削りが外れるので、まあメーカーが言ってるのはこうやって外すとですね、こう、こうやって削るときに、まあ削りやすいよねっていうことですね。はい。まあ、こんな感じでですね、削れるので、こうやってやると、まあ削りやすいと。 いうことで、えっと、まあ、持ち運びもできて、はい。で、カバンに入れるときに、まあ、これだと大きいなっていうこと、場合はコンパクト。そして、まあ、さらにコンパクトにミニマルっていう、まあ、ミニマムっていう使い方ができるよってことなんですが、まあ、<laughs> これどう見ても、どう見ても見たことのある何かのコントローラーに見えるわけですけれども、ね。で、画面がピコピコ変わるっていうね。 えー、わけですが、まあ、やっぱ、ハイエを取り込んでくるっていうところとですよ。あの、なんですかね、こういうギミック系のものがですね、久しぶりに出てくるっていうのは、まあ、あの、僕らおじさん世代としてはですね、あの、僕ら子供の頃にはですね、あの、僕らこれの最後の世代というか、ギミックのある筆箱の最後の世代、ファミコンが出てくる以前はですね、もう本当にいろんな種類のペンケースがありました。それはね、またね、あの、コレクション取って出しっていうのでやっていきたいと思うんですが、まあ、置いとこう。ね。で、これは、 ま、あのー、まあ、そういうのを、まあ、久しぶりに彷彿とさせるですね。あのー、ちょっとですね、別にふざけてるわけじゃないね。えー、サイズを変えられて、で、まあ、鉛筆削りも持ち運びができて、いらない時には外しておけてっていうのね。ということで、割と真面目に必要なものしか付けてないんですけれども、でも、まあ、ね、遊び心をですね、かなりですね、刺激するタイプの、えー、まあ、鉛筆けあの、ペンケースになっているよということなんですよ。 ね、だってこんなのどう考えてもですねミニマムで持ち運ぶかって言ったらやっぱこれいるじゃんって思うんですよねだってこれにやるとほら消しゴム入れる場所がなくなっちゃうしねなのでこれはいるだろうっていうであのー、とこなんですけれどもまあ多分ねこれだけをこう,こう持って何かをするっていうね、まあ、外すことによって便利っていうのはコンセプトは近いわけですけれどもこうやってやると鉛筆削りをとしては使えるということですね消しゴムだけを外して持っていくこともできました ちゃ、だからこの、クズ捨てるときも捨てやすいですよね。こうやって外せるんで。あの、鉛筆削りに、あの、が、この中にくっついてる場合とかだと、ゴミ捨てるときにどうするか問題で、鉛筆削りをここから外したりするの大変だったりするんですけど、これ割とわかりやすい。あとね、このね、よく考えてあるというかね、作りがいいのは、ここにね、あの、一個別パーツがはまっていて、これバネになっているので、ここの部分で、ちゃんとここの内側にある爪がここにあって、まず入るところでカシャッと、ね、入ってですね、 ちゃかっと止まるようになってるんですね。このクリック感ものすごいいいです。チャコね。もうなんか意味もなくこのね。はい。ということでですね。と思ってたらですね。えっ、ー、とー、今、えっ、ー、と、ちょっと電話が着信してしまいまして切れちゃいましたけれども、はい。まあ、こんな風になっていますよというものです。はい。で、えっ、ー、とー、なんだっけ。 ちょっとね忘れちゃうね。で、えー、ということでですね、まあ、ペンケースとしてはですね結構、まあ、遊び心ベースのですね、えー、なかなか、あのー、野心的な作品ではあるかなと思うわけですけれどもまあね面白い。 まぁちょっと、こっちも読んでいこう。ね。え屋、ー、さんのドッキング Z。え、ね、左右ボックスの、えー、ですね、着脱方法っていうのが書いてあって、ボックスを外すときと。もう絵のね、真ん中にあるグレーのところがどう見てもですね、液晶画面のように見えるわけですけれども、というふうになっています。裏側にもこんな風ですね。で、まぁ、あ、こんな風になってます。3つのサイズにチェンジっていうのがあって、まあ、ノーマル。必要なものが全部入る。ね。って書いてあります。まあ分度器三角定規、消しゴム。 ね、名前ペン赤尾鉛筆15センチ除菌。そりゃ、入るでしょう、という感じなんですが、なってます。で、えー、っとですね、あとは、えー、コンパクト、ランドセルに横向きに入る鉛筆削り、禁止の、鉛筆削り禁止の学校にも対応って書いてありますね。そんな学校があるんだ。うーん。なんか、学校に大きな鉛筆削りが置いてあったりとかして、まあそういうね、あの、ごちゃごちゃした余計なものを持ってくるな、と。学校で遊ぶものを持ってくるな、みたいなところの学校も中や、 あったりはしそうですけれども、まあ、鉛筆削り禁止かっていうかね、まあ、キャラクター禁止の学校とかもあったりしますけども、えー、それで鉛筆削り禁止されているようなところに、あえてこれを持っていく勇気って、いうま、なかなかですけれども、ま、あいいと思います。はい。で、え、小さくなっても必要なものが全部入るって書いてあります。まあ、消しゴム相変わらず入るってことになってるんですけども、当然薄くなる。この、こう、だってでかい消しゴムスペースは、だからこういう消しゴムをこうやって入れる分にはですね、 はい。こっちの消しゴムスペースなんですけれども、えー、こっちに入れるってなると、やっぱりちょっとですね、えー、まあ、閉まるか。なので別に入るっちゃ入るけど、ここにペンとか入れると入らないんで、そういう時はね、あの、ちっちゃい消しゴムにするとか、まあ、工夫がいるかな、と思いますが。<laughs> えっと、これすごいよね。えー、小さくなっても、えー、必要なものが全部入るっていうことで、あ、ほらほら、ここが書いてある。ほら、小さい消しゴムは小さいものに限りますって書いてあるんです。だからこっちだと全部入るけど、大きいものも入るし、ね。 っていう風になっていますよ。ということでですねそんな風になっているよ。ということで分かりやすい日本製って書いてありますね。なかなかいいじゃないですか。久しぶりにこのワクワクする感じがあります。あと、このベルマークにも一応協賛してます。よってね。はい、なってます。ではい、ここまでがえっとですね。このね。久しぶりに暑くなったぞっていうやつなんですよ。で、まあこれもね。ドッキング z こっちにもね。あってですね。えっと。 これなんか、だって、自腹で2本買ってきたって2300円のやつもですね、2個買っちゃったっていうところではあるんですが、はい。こんな感じになっていてですね。えっと、あと、あ、そうそうそう。だから、ここの柄がね、こっち恐竜柄ですよね。で、こっちがですね、あの、刀。ね。ソード柄。ま、他にもですね、ま、まだ他にもあったっけな。えっと、もう一種類ぐらいあったはずです。なんですが、ちょっとかっこいいやつを買ってきましたっていう感じです。 で、えー、っと、これでもう一個、特徴としてあるのがですね、えー、っとですね、ここですが、よいしょ、えー、裏、はい、えー、これですね、えー、3D チェンジ、浮き出る、動くって書いてあります。色もチェンジって書いてあります。ね、浮き出る動く。で、色もチェンジなんですね。こっちは、はい、3D チェンジ、浮き出る動くって書いてありますね。写真はイメージですってなってます。 で、裏、は恐竜デザインになってますよ、って言ってんねあの恐竜がちゃんとん横に並べて置いてありますが、ということで。あ,あ、そっか。裏はね、これね、どんな柄になってるかっていうのが、パッケージをこうやってやってると、表から見えないので、裏面のデザインはこうですよっていうのを書いておくのも大事ですね。で、ここに載っているのが、もうこれ見てもわかりそうなもんですが、ちゃんとですね、登場する恐竜をですね、ちゃんとこうね、分けて書いてある。 これ、ひいきの恐竜がいないと買わないのかななんかね、そういうのがあったりするのかなよくわかんないですけども、ちゃんとこう、並べて、わかるようにしてあるっていうのは親切ですね。です。ということで。えー、っと、なんですが、まあ、こういうの見たときにもね、結構ね、あの、今の流行りがわかるわけですよ。やっぱり刀っていうのはね、こういう系のね、えー、っと、ちょっとファンタジー系の、でもちょっとメカっぽい感じっていうのはですね、割とほら。 ね、ランドセルとかでも、今あれですよね、セイバーのランドセルとかって、あの、ほら、えっ、ー、と、なんちゃらかんちゃらドラグーンっていうのがありますよね。あれなんか刀ついてて、ね、合着とか言ってますけれども、あんなのがですね、まああったりするということで、これね、あの、はい で、残念ながらこれ、この iPhone が、まあ、あのシャ、カメラが1個で撮ってるもんですから、えっ、ー、と、立体視できないので、これがね、どのぐらい立体的に見えるかっていうのを皆さんにお伝えする術が実はないんですけども、こうやって変えると、えっ、ー、と、色が変わって、しかもこれね、色が変わってるだけじゃなくって、奥行き感がすごくあります。んちょっと動かすと、この、ちょっとだけこう、 あの、角度によって奥行きがある感が見えるの分かりますかねで、こっちもそうなんですけども、こんな感じになってます。だから、赤と青があって、しかも、ちょっと奥行き感があって、まあ、動くっていうほど動かないんですけれども、えっと、奥行きがちゃんとあって、見る角度によって絵が変わりますよっていうふうになってます。ね。で、これ、絵が変わるやつ。 っていうのがあって、えっと、あとですね、あのー、まあ、奥行きがある立体っていうのがあるんですけども、それにですね、よく使われるのがこのですね、えっと、まあ、レンチキュラーレンズっていうんですけれども、こういうもののね、あります。で、こう、縦向きに使うとよくチェンジングって言ってですね、絵が変わるものに使われて、横向きに使うと 3D で使われることが多いんですが、ここの解説、ね、これからガッツリやりたいと思いますが、まあ、こういうね、のと、あとね、もう一個、えっと、もう本当にね、今回は脱線ばっかりです。あのー、 そうそう、これ見ててね、思ったわけですよ。あ、恐竜って最近こんなんなんて思うじゃないですか。ね。え、ザ、FY ダイナソーってどういうこと ?FY ってどういうこと ?FY、わかんないぞ。えーと、どういうことだ。えーと、これあれかな ?FY って、ちょっと調べよう。 ええとですね、ちょっと今、F.I. ダイナソーってなんだって思って、ちょっと調べちゃいました。えーと、これ、なんか、ジュラシト、ジュラキとか白ワキとかそういう、あの、時期の名前かなとか、いろいろなんか、こう、どこの地域のとか、そういうことなのかなと思ったら、違いました。えーとねザ、The F.I. ダイナソーっていうのは、え安踏富士ダイナソーですね。これ、画家の人も、 名前ですね。で、この人が書いたやつだなぁ。ということだ。これ特徴的ですね。あの、トリケラトプスの頭とかが、ほら、あの、紫色だったりとかするじゃないですか。これね、ここもほら、こんな風になってるので、これであの、安文えっ、ー、と、藤井さんですね。藤井安文さんが書いた、えー、恐竜シリーズということですね。あ、作家の名前か。うん。 いや、やっとなんか納得できた。はい。そして、まあ、後ろに行こう。<laughs> まあ、いいや。そういうことでですね。まあ、恐竜ね。あのー、ほら。 体の色とかが、やっぱりね、昔はね、茶色系の地味な色とか、緑とか茶色が多かったんですけれども、ね、トカゲだと思われていたので、そういうのがあったんですけれども、この割りかしですね、最近カラフルな恐竜も出てきてということで、まあ、色がね、一部特定されている、えっ、ー、とー、ものもあるんですね。あの、色素の分析が今できるようになった恐竜も中にはいてですね、えー、そういうのが、 あのー、わかるっていうやつもいるんですけれども、まあ大半わからないのでこうやってですね、まあ好きに色つけてあったりとかするわけですけれども、こののがね、まあ作家さんの色だったりするわけですね。でもなんか恐竜面白いですよね。あのー、ほら時期によって、これなんかほら、 あの、こう、ラプトルのね、ベロキラプトルって、これあの、ほら、まあ、ジュラシックパークなんかで有名になったらラプトルくんですけども、ほら、ちょっとなんかこう、頭がちょっと、ね、ふさふさしてる感じがあったりして、これは鳥っぽい感じになっていますね。これは、あの、ほら、あの、まあ、恐竜が鳥の、まあ、祖先というか、まあ、えっと、実は鳥は恐竜だって話なんですけど、恐竜の一部が生き残ったものが鳥なので、ということでですね、え、みたいな話なんですけれども、 こういうので、学説が変わるとですね、ま、あ絵が変わる。僕ら子供の頃って、ティラノサウルスって尻尾、ね、地面に吸ってましたよね。のび太の恐竜とか見た時にはですね、昔はですね、あの尻尾が吸ってたんですけども、今は尻尾を浮かせて、え、歩くスタイルになっていますが、これはですね、あの、まあ、ああの、 あとね、でも、ティラノサウルスに羽毛があった説、なかった説っていうのが今いろいろあるわけですけども、一部には羽毛があったんじゃないのかって言われているんですね、背中とかね。っていうところに関しては、これはあんまり再現されてない。どちらかというところ、鱗タイプですよね。なんですけれども、ま、ディノニクスもね、これね、あの、ディノニクスって、あの、これあれですよね。あの、まあ、あの、恐ろしい爪っていう、これ足のところにね、ちょっとね、ギ爪がついてるのが特徴なんですけれども、こいつが、 あの、あれですよ。あの、ジョン・オストロムっていう博士がですよ。これを見つけて、で、こいつが、まあ、鳥と似てるところがあるぞということで、恐竜もしかしたら、まあ、鳥の祖先なんじゃないのかとか、あとはですね、えー、恐竜は実は、あのー、ね、平温動物じゃなくて高温動物なんじゃないのかっていう話の、まあ、温血説とかが言われるようになるきっかけのやつですね。ディノニクス。ね。 ベロキラプトル。これね、ラプトルとか、ま、あここら辺ね、ブラキオサウルスとかは、これあれですよ、ジュラシックパークの輪の時に僕らがね、感動したやつですよ。ね、昔はこれ大きすぎて水の中にね、半分胴体が沈んでいるって言われていた動物ですが、実はですね、あのー、陸上で生活していたって今は説が変わっています。んで、あのー、ね、なんで、あのー、 この、博士がですよ。グ、ラント博士。えグラント博士。えなんだっけだっけがですね、あれですよね。あの、一番最初にジュラシックパークに行ってですね、復活した恐竜を見たときに、ほら見ろ、やっぱり地面に立ってるって言って感動するシーンがあるわけですが、ね、学説がこうやって変わってくるっていうね。ま、ああの、恐竜好きにして、とってはね、あれですね。で、最近のものだなってわかるのは、やっぱこのスピノサウルスが入ってるところあたりが割と最近。これも、やっぱジュラシックパークとかで急に人気が出てきたやつですね。 あの、ティラノザウルスよりもでかいっていうね、え、ことを言われていて、なんですけど、しばらくの間謎になっていた。一回発見されて、ドイツの博物館にあったんだけれども、これが戦争で焼けちゃって、 で、えー、しばらくの間つ、次なる化石が発掘されなくって、これ本当にこんな形だったのかみたいな話とかもあってですね、みたいな、えー、いわくありのスピノサウルスとかですね、みたいなか感じですね。最近のやつで入ってないのはモササウルスとか入ってないのはちょっとな残念な感じはしますけれども、という感じではありますが、ということでですね、まあ、ここら辺がですね、あの、あれです。まあ、恐竜だからっていうのはあれですけれども、 あの、ま、あそう、恐竜っていうことなんですけど、こいつプテラノドンは翼竜なので一応分類上は恐竜ではないっていうことになってますがっていう、ま、いろいろなんですが、こういうのを見るとですね、まあ、この絵を見るだけでもない年代がなんとなく分かったりもするわけですよね。これも面白いですよね。恐竜の、恐竜の絵が進化するんですよね。 昔の恐竜と今の恐竜が違うっていうのもなかなか不思議なもんですけど、過去にね、本当はどういう形だったのかがいたはずなのに、その恐竜の姿がですね、どんどん変わっていく、学説が変わっていくっていうのが面白いとこだったりします。なんで、え、恐竜ものはそうやってね、あの、昔持ってた恐竜ものと比べるとですね、なかなかね、あの、考え方が変わっていたりし、しかしは面白いっていう話があったりしますが、まあそれはね、とりあえずね、脱線もいいとこなんで置いときますが、ね。で、これなんですけども、こうやって見ます、ね。 で、こうやって見ると、こう、絵があって、こうやってやるとですね、絵が変わりますよって感じですね。これほんで、立体感が、このぐらいでわかるかなこれね、正面でわかりやすいんであれですけど、これちょっとちょっとちょっと立体っぽく見えますね。で、こんな感じになってます。これね、あの、目の前で、両目で見ると大きくね、あの、立体的に見えるようになってるんですが、じゃあそれが、どうして見えるのかっていう話をですね、後半はしていくっていうですね、後半ほとんどですね、え科学番組になります <laughs>。はい。ということで、 ねあのー、まあねあの楽しいね子供たちの大好きな剣とえっ、ー、とねあの恐竜が両方入ってるってことなんですけどもこれまたこのタイミング今年のタイミングで剣と恐竜なんでかっていうのもあれですよねえっ、ー、と関係あるかどうかはわかんないですけども今やっているねあのー、何ですか えっと、戦隊ヒーローですね。日曜日の朝ね、えー、やっている戦隊ヒーローの中ではですね、竜奏者っていうのがありまして、竜奏者っていうのは恐竜と剣ね、ね、えー、騎士の恐竜っていうテーマになっているので、ちょうど剣と恐竜両方ですね、今ね、流行りのテーマではあったりするのかなと思います。という感じで、まあそういうね、まあ、あのー、裏読み、横読みをしながらですね、見ていくわけですが、まあ明らかにこれはですね、こうやって、こうやってなんか遊んでる気分になるっていうペンケースであったりします。 そして、ここね、だから 3D でなんでこれが、で、絵が変わる 3D に見えるっていうのはどういうことかっていう話をしたいと思います。はい。でですね、これがどういうものかというと、実はですね、ここに、レンチキュラーレンズというレンズが使われています。今日そのお話なんですけれども、レンチキュラーレンズっていうのはですね、まあこうやって、まあ,あれなんですけれども、えー、どういうものかというとですね、えー、実はですね、まあこんな感じのですね、 これはあの、読書用の、えー、レンズで、こういうのがあるんですけど、こういうかまぼこ型のレンズが、えーこ、こっち向きにですね、いっぱい並んでるようなものだと思ってください。えー、そんなものです。んで、えー、どうなってるかというと、えー、こんな感じですね。よいしょ。はい。えー、っと、かまぼこ型のレンズがいっぱい並んでいますよと。えー、っと、で、これがですね、こんな風に並んでいますという感じです。 ね、あのなんかビニールハウスかなんかが並んでるみたいな感じですけれどもこんな風にしてですねまあなんとなくこうだ断面がよいしょでこんな感じになってますではい向こうもこんな感じかなよいしょこんな感じですねえこんな感じの、えー、レンズがあってその下にですねまあなんか絵が描かれているものがこう貼ってあるような形になっています えっと、この一個一個は、こういうですね、かまぼこ型のレンズになっているわけですけれども、まあ、どういうふうになってるかというと、これ、ね、このレンズは、まあ、よく、えっ、ー、と、まあ、資料を読んだりとか、そういうのをするときのためのレンズということでですね、えー、まあ、売られています。例えば、こんな感じなんですけれども、よいしょ。はい。えー、こんなふうになってですね、文字とか読みたいときに、えー、このレンズをですね、ここに置きます。そうすると、ほら、ちょっと大きく見えるでしょ。 こんな風に見えます。で、これ実は大きく見えてるように見えるんですけども、この左右の方を見ていただくと、ここね、ここの線は横に広がってないでしょでも、縦はすごく大きく見えています。どういうことかというとですね、えっと、これレンズになってるのは、こっち向きにはレンズになってるけど、横側はまっすぐなので、実はですね、これあのレンズ効果があるのは縦向きだけなんですね。なので、これ、ほら、も、元ある文字からしたらですね、 こうやって見ると、えっと、下と上と比べてもらうと、下の方が明らかに大きくて読みやすいんですけれども、実はこれ横方向には伸びてなくて、縦方向だけ伸びてるんですよ。なので、縦だけ大きくすることで、まあ、全体的にはですね、文字大きく見えたようになるので、読みやすくなりますよっていうものですね。で、まあ、これだとですね、横幅が変わらないので、え書類とか読むときにですね、まあ、普通のルーペと、ま違って、え書類なんかをね、 え目で追っていって読むときにはすごく読みやすいということで、この赤い線はね、読みやすいようにって言ってついてるだけなんですけども、こんなものがありますと。で、こういうレンズをすげえちっちゃくして、こう並べるとこうなりますよというものですね。ま、こんな風になってます。で、これがこんな風に並んでいるということです。で、じゃあ、どんな風に見えるのかっていうと、ちょっとこれ消そうかな。はい。はい、よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい。 じゃあ、レンズ一個一個のところがどうなっているかっていうのを考えるとですね。まあ、レンズはこんな風になってるわけですね。まあ、あの、全体を考えるのはもちろん大事なんですけれども、まずは一個分だけで考えるという感じです。まあ、ちょっと浮いてるんですね。このかまぼこ型のやつがこんな感じで置いてあります。で、この下の部分を見てるんですけれども、よいしょ。はい。はい、こういう風になってますから、このレンズの下にですね、まあまあ、こんな風にですね、まあ、 赤い絵があったとするじゃないですかで。ここの絵がある部分、このぐらいの大きさのものがあるやつを上から見るとします。で、まあ、こっちから見るとですね、まあ、ここに、まあ、目があって見るわけですけれども、見るとですね、なんとなくこれがですね、まあまあまあ、拡大されてこう見えるよということですね。こんな風に拡大されて見えていますという感じですね。ちょっと斜めちっちゃった、はい。ね、こんな風に見えますよということですね。で、拡大されて見えています。 なので、まあちっちゃいものが大きく見えるよっていう状態で見えています。で、これに対してですね、えっ、ー、と、例えば、ちょっとこの目線を動かしたらどうなるかってことなんですけれども、例えばこの目線をですね、こっち側に動かします。ね。で、こっち側から見たとするじゃないですか。そうすると、まあこの目線で見えてるものっていうのが、ここからまあまあまあ、こうやって見えてる範囲があるわけですけど、じゃあこれどうなってるかっていうと、ちょっとこっち側に移動するわけですよ。 なので、この辺が見えてますよ、ということになります。なので、ま、おの拡大されてるんですけど、この辺が拡大されて見えてることになるわけですね。だから視点を動かすと、見える部分がちょっとずつずれてきて、ここ全体がそんな風に見えてるように見えます。ということなんですね。ま、ああの、具体的にどうなってるかっていうと、ま、さっきの話で、こあれですけれども、ここにですね、ま、ちょっとあえてこれ、 距離の問題で浮かしてますけども、こう見えているものがですね、こうやるとですね、見える範囲がこう移動しますよね。移動します。で、拡大はされてるんですけれども、拡大された状態で見える範囲が動きます。という状態です。じゃあ、これをですね、いっぱい並べるとどうなるのかっていうことを考えていきたいなと思います。さて、はい。よいしょ。では、えー、っとですね、まあ、こんなものを用意しました。これね、 えっと、かまぼこ型のレンズ、さっきのやつで1個です。で、ここにですね、まあ何でもいいんですけど、も、まあ、こういうものが赤と緑のシートを用意しましたよと。で、こうやってやるとね、ここにね、蛍光灯が映るんで、蛍光灯の位置を変えます。こっちにして、はい。えー、横から照らすと、中が見えるんだな。これ大事。で、まあこんな風になってるんですけど、まあ赤と緑になっていて、これどういう幅になってるかっていうと、ちょうどですね、レンズの幅と同じにしてあります。ね、こんな感じです。 えっと、レンズと幅と同じ赤と緑があって、こうやって真上から見ると赤と緑見えてるんですけれども、ね、えっとですね、こうやって置いたときにですね、赤、緑がちょうど見えるようになってるんですけど、これ、あの、ちょうど見える距離をね、調整するために今、ちょっと下駄を履かしてます。えー、こっちにあるレンズにも、ちょっと、これちょっと桁を履かせましたけども、こうやってですね、並べます。並べて、今、この3つ、3つこのかまぼこ型のレンズを並べてみました。ね。 並べておきますよと。で、ちょうどですね、今こうなっているので、えー、よいしょ、はい。んと、赤緑、赤緑になってますけど、赤緑のちょうど真ん中あたりのところにこれをですね、乗っけると、どうなるかっていうと、真上から見ると赤と緑両方見えてるわけですよね。なんですけれども、ね、こう、真上から見ると赤と緑が半々で見えます。まあもちろんちょっとね、 あと、これ、広角気味のレンズで撮っているので、こう、ちょっと視線がね、これでももう斜めに見えてるんで、まあ実は正確ではないんですが、こんな風に見えていますよ、という感じです。で、この状態で、この状態でですよ、この板を傾けます。えっと、ちょっと引いた方がいいかな。こうなってる状態で、この板を、まあこうなってるわけですけど、これを、こう見たりこう見たりするわけですね。角度を変えます。ちょっと待ってね。ちゃんと持った状態で、はい。こうなってますよね。 今、えー、赤緑半々で見えてる、わりかし真上の状態にありますよと。ちゃんとできてるかなちゃんとできますね。真上から見ると赤緑半々で見えてますよという状態です。これをですね、ちょっと斜めにしてみます。いきますよ。ほいってやると、ほら、緑になった。で、こうやってやると、ほら、赤になった。わかりますかちょっと他のライトが映り込んでるのをちょっと消そうかな。えー、こんな感じですね。わかりますかね えっと、赤、緑をちょうど真ん中で見えるようにしてるのが真上です。これをちょっとこっちに視線を動かすと、ほら、緑に見えてます。こっちにすると赤になります。わかりますレンズのところの色が、ほら、赤全部、緑全部に変わるわけですね。これはさっきの見える部分が拡大されて、ま、全体じゃなくって一部が見えるようになってしまうので、こんなことが起こりますよ、という状態です。これを利用すると、実は、 例えば、こうやってやると、向きを変えると、えっと、赤の絵だけを見せたいとき、ね、えこうしてあげると、え角度を変えたときに、まあちょっと右から見たら赤だけ、ちょっと左から見たら緑だけみたいなことが、まあこの場合だと上下ですけども、上下で上から見たら赤だけど、下から見たら緑ってことは、これでできます。もちろん、横にすると、これをた、ね、横というか縦というか、これをね、 えこっち側に向けます。そうすると、今度はライトの位置が。これ、消した方が見やすいな。よいしょ。はい。わかりますあでもちょっと暗いか。はい。えっ、ー、とですね、はい。この状態でですね、はい。こうなってますよと。で、この状態で、よいしょ。はい。ね。これ、実験難しいね。見れるようにするの。ほら、赤、緑、なってんの。こっちから見ると緑、こっちから見ると赤です。ほら、こんな感じです。ほら。結構綺麗に変わるでしょこんな風に変わります。 ということは、これってどうね、あの、を利用すると、こう、向きを変えたときに絵が変わるっていうことができます。ね。で、どんな風に使うかっていうと、こうやってやるんですね。はい。例えば、ここに恐竜の絵があります。ね。で、よいしょ。えっとですね、ま、こんな風になっていて、ま、あここにティラノザウルスとですね、えっと、 ステゴサウルスがいますけれども、こんな風になってます。こうやって置きます。置くとですね、この絵を全部見るのに、こうやって並べるとダメなんですよ。間が抜けちゃうんですね。まあまあちょっと、わかりづらいかもしれませんが、こんな風にですね。間が抜けています。ね。なので、一部が拡大されたものがこうやって見えちゃうので、実は、この、継ぎ目のところの間がちょっと抜けた状態で繋がっちゃうんですね。で、拡大されています。で、これをですね、 まあちょっと縦に縮めます。ね。えーと、縦50%にギュって縮めたものがこれです。ね。で、この縮めたやつを、これを交互に重ね合わせるとどうなるかっていうと、こうなります。わかりますかね。えー、ティラノステゴ、ティラノステゴ、ティラノステゴっていう状態です。ね。っていうことになります。ね。なんでこれを縦に圧縮するかっていうと、どうせこのレンズが大きく見せてくれるからなんです。だからほら。 こうやってやるとですね、え、本来の、ね、ちょっとまあ歪んでるのはまあ勘弁してくださいね。こうやってやるとですね、本来の高さに戻るわけですね、ここが。なので、えっと、縦がね、約2倍ぐらいに伸びる位置に、まあレンズを持ってきてますから、こんな風になりますよ、ということで、半分にしたものをこうやって重ねました。で、これをですね、はい、圧縮して、かつ、あの、細切れにしたものをですね、交互に組み上げました。で、あげると、 ね。そして、このレンズ。ちょうどね、今さっきと同じです。レンズの幅と同じにしてあります。レンズの幅の半分で上がティラの下がステゴになってます。で、この状態でですね、このレンズを3つ乗っけます。よいしょ。よいしょ。ね。ぴったり乗っけてます。本当はね、このレンズいっぱいあればいいんですけど、このレンズが結構高いんで <laughs>、まあ、ちょっと3つで勘弁してください。原理が分かればいいかなと思って3つ買ってきました。 ね。こんな風になりますよ。ということですね。この状態だと、まあ今、混在してる状態なんですけれども、これをですね。ね。まあ上だと混在してますけれども、これをですね、ちょっと下から見ると、ほら、ティラノとばっかり。わかりますまあちょっと歪んでるのはね、ちょっと勘弁して。まあとりあえず、こんな風にしてティラノになります。こっちすると、ほら、捨て子だけになります。こうやってですね、こっちティラノ、こっち捨て子、みたいなね。 本当は、このレンズの歪みも考慮して、伸ばし率をそれぞれ変えなきゃいけないんですけれども、細かいところまで変えていくと、この絵がちゃんとティラノとステゴに見えるようになるわけですけど、わかりますこれで、ほら、二つの絵が交代できるっていうのが、これが、このレンチキュラーレンズの面白いところなんですね。ということで、さっきの一つ目、ね。 この恐竜の絵がですね、まあ、こうやってですね、まあ、今こっちの絵とこっちの絵が変わってますよという2つの絵が変わってるっていうのは、まあ、これを縦にしてるわけですけども、こうなってるんで、ちょっとね、今横型で作っちゃったんで、あれですが、こんな風になってますから、えー、よいしょ、はい、えー、こんな風になってますから、この状態でですね、よいしょ、この状態で、ほら、こっちで捨て子、こっちでティラノが見えてるのと同じ状況だと思ってください、ほら、っていうことができます。はい。 なので、ま、こうやって考えるとですね、割りかし、まあ、あのね、シンプルな仕組みなんですけども、それで見えるようになっています。では、では、では、ね。あの、今度はもう一個重要なポイントとして、立体感があって見えるよねっていうことがあります。これあの、奥行き感が見えるんですけど、これどうなってるかっていうと、実はですね、ま、こうやってやるとですね、えっと、この角度を変えた時に、見える部分がこっちで、ね、こうやって絵が変わるわけですけれども、これって、 うまくやるとですよ、えっと、もっと細かくやると、僕らって右目と左目の角度がついてるじゃないですか。だからこんなに大きくは違わないけど、実は右目この辺、ね、左目この辺っていう感じで、ちょっと角度が違うわけですよ。で、この位置のズレっていうのをちゃんと分かった上で、やります。で、今半分ずつ見えるレンズにしてましたけど、もっと倍率の部分を工夫して、4分の1ずつ見えるレンズを作ります。 そうすると、ええと、ですね。まあ、こう、こうなっていったときに、こう、レンズがありますよと言ったときにですよ。はい。えー上から見たときに、えこっちにですね。よいしょ。かぶせようかな。はい。えーと、ここにですね。こうやって見るわけですね。で、右目と左目がありますよという感じです。まあ、こんな風になってますよという風に見たときにですね。こうなったときに、こっちの目から見る、え、部分と、はい。 こっちの目から見る向きと見る向きが違いますから、角度が違ってるわけですね。なので、えっと、実は、こっち側から見てる視点から見ると、ちょっとだけ、ここが見えますよ、と。見えますよ、と。で、赤い方の目で見てる部分っていうのは、拡大されてるんですけれども、この辺が見えてますよ、というふうな感じです。こうやってずらしてあげると、 お互い見てるものが違っちゃうんですね。っていうことができます。で、なので、さっきの細くなったのをさらに細く作ってあげて、えっと、ちょっとの角度でここの見てる部分が変わるように倍率の高いこのレンチキュラーレンズを使ってあげると、見た時にこの細い中での右目と左目が見えてる部分がちょっと違いますよということになります。さっきみたいに大きく傾けなくても、大体右目と左目が見てるものが違うということが起こります。 ね。まあ、これちっちゃくしてあげるとそういうことはできるわけですけれども、この風になりますよ、というところですね。で、右目に見せる絵と左目に見せる絵を別々に、ま、作るわけですね。立体紙ってよくあるんですけれども、例えばあの VR ゴーグルなんかにあるものっていうのは、こっちに、えっと、スクリーンっていうか、あの、液晶を、ま、二つに分けておいて、え、こっちに目が二つあってですね、こうやって見ますよね。見ると、それぞれ別のものを見るように真ん中に、 こう、分けておいて、え、右目と左目で違う絵を見、見ているんだけれども、これがちょっとずつずれてる絵を見せることによって、まあ僕らが物を見てるときに、まあ左目で見てるときはこっちが見えてるのに、右目で見てるときはちょっとこっちが見えてるみたいなものを、ちょっとね、右目用、左目用の絵っていうのをずらして作ってあげると、立体的に見えるというね。まああの、ね、二つ目があるからこそそう見えるわけですね。なんでこれ縦方向でしか聞かないんですけれども、そういうことができますよ。 いうことが、まあ、縦方向というか、えっ、ー、と、こうですね。レンズをこうやって、こうやってね、あの、縦向きに並べるというか、で、でやった時にはですね、右目で見えてる絵と左目で見,見えてる絵を変えることができます。それをうまくコントロールするとですね、立体的に、まあ、見える。同時に僕らは、えっ、ー、と、右目ではこれ、左目ではこれを見てるのを合成して頭の中で考えてますから、一つの立体的な絵に見えますよっていうのができます。 で、今回のやつはそれの複合技です。なので、えっ、ー、とですね、まあ、こんな風に。絵が実は、えっ、ー、とー、まあ、もっとあるのかもしれないですけども、まあ、大体に4種類あると思ってください。で、青いのがこれね。同じ絵です。この細く切ったやつは、これが同じやつの続きです。こ、この端っこからこっちの端っこが続いてると思ってください。そうすると、これが続きです。で、赤の続きです。 ねで。赤、赤。また赤があってって言って続いていくんですけども。で、黒があります。緑があります。っていうのは、それぞれ絵の柄が違うと思います。思ってください。で、青と赤はすごく近いので、これ実は右目と左目で見たときに、ここを見たときには、ね。まあ、ここの部分で、こっちが、えー、ね。こっちとこっちで見えてる部分が、まあ、クロスしてますけど、違うので、そうすると、この2枚で、ね。えっ、ー、と、1個の、 立体映像が、立体画が見えるとしてえ、また全然違う。こっちがティラノサウルス。こっちが、えっ、ー、と、ステゴサウルスになってるわけですね。だから、ティラノサウルスの右目を左目を。で、えー、ステゴサウルスの右目を左目を、みたいなのを作るわけですよ。で、えー、またそれを、ね、えっ、ー、と、細く分割したの。だから、ティラノサウルスの左目を、あ、右目を左目を。で、えー、ステゴサウルスの右目を左目をっていうのが並んでいます。という風に並べてあげると、 ある角度から見た時の左目で見えてるのがこれ、右目で見えてるのがこれみたいになる,なるわけですね。で、それで立体映像が見えてます。角度を変えました。そうすると全然違う部分の右目と左目用のやつを右と左でずれて見てますよってことができるので、うまくやるとですね、だから、その角度のずれをですね、二重に利用してるんですね、これね。っていうことで、絵が変わる立体視っていうのを同時にできます。まあこれはだから、非常に まあ、かなり大きな、あの、いろんなことをやってるので、結構複雑な仕組みにはなってますけど、これ二つ重なってるからややこしいんですけども、基本的には、えー、レンチキュラーっていうのは、こうやってですね、えー、まあ、右と左の差を利用すると、大体立体的に見せるときに使ったりします。こんなに大きく動かすっていうことを、まあ、これまではあまりしてこなかったと思うんですけどで、縦向きに使ってる場合は、よくあるのはですね、絵が、えー、イラストなんかがですね、えー、 変わる。まあ、こっち向きが多いと思うんですね。それだと右、右目左目のズレがないんですね。この場合は。ね。左右に関しては拡大が効かないので、え基本的には全部見えるので、まあ、こっち向きには、あのー、だいたい絵が変わるぜっていうやつの場合は、こっち向きに動かすようにできてます。で、えっ、ー、とー、立体的に見えるぜっていう時には、こっち向きに動かすようにできてます。っていう感じですね。 これ結構古典的な、えっ、ー、と、立体詞、えー、&3D。で、これさらにうまくやると、さっきみたいに絵が変わるとか動くっていうのもできるわけですね。えっ、ー、と、これで、まあ、こうやってやってるやつをですね、えっ、ー、と、これが、まあ、ティラノサウルスとステゴではなくて、えっ、ー、と、ね、えー、まあ、右足を出してるところと左足を出してるところっていうのを組み合わせてあげると、こうやって見ていくとですね、 その間でですね、まあ、人が歩いているように見えるみたいな細切れのやり方もあります。なので、えー、これ、まあ、あのー、全体的に、まあ、ちょっとわかりにくいかもしれませんが、どういうことかというと、レンズを使って細い部分を拡大することによって、ある位置からある角度から見た時に見せる部分っていうのが、実は全部ではなくてごく一部っていうことができますよ、ということなんですね。 ってことは、この種類をいっぱい作ってあげて、細く細く作ってあげることによって、ちょっとした角度の差で見えてる絵がどんどん変わっていくっていうことができるんですね。で、それをさらに人間で言うと、右と左の目のズレっていうのが、あの、目の位置がズレてますから、実は同じ角度で見てないっていうことがあるので、右目と左目に違う情報を与えるってことまでできてしまうと。で、それを総合的に組み合わせると、立体かつ動くとか、 ね、絵が変わるとか、えー、滑らかに動いて見えるとか、そういう映像も作り出すことができるというものなんですね。まあ、肝は本当に、あの、全体が見えない、この、全部並べてしまうことによって、真上から見たときに、その拡大されてる一部以外の部分が見えなくなっちゃうってことなんですね。ね。なので、えー、まあ、こんな風にですね。よいしょ。はいはい。 こんな風になっていて、まあこうなってますけれども、こうやってやると、逆にこれをスライドさせていってもですね、えー、いいわけで、えー、こうやってね、えー、ティラノサウルスからステゴサウルスに変わりますよ、みたいなことで、こうやってティラノ、えー、ステゴ、ティラノってできるんですけども、これをですね、えー、もともといろんな絵を入れていて、まあ 4, 4つの絵が変わり続けるとかいうことももちろんできますし、いろんなことが、えー、実はですね、ここのレンズの、えー、まあ、設計と、ここの紙のですね、 まあ、絵の細く切る切り方によって見せ方を変えられるっていうことなんですね。まあ、あんまりいっぱいはできないんですけど、せいぜい4つとかね。まあ、そんな感じの絵を、まあ、組み合わせていくぐらいだとは思うんですけれども、そんなことができるようになってますよ。ということで、ね。まあ、あの、こういうのもね、理屈はわかってるんだけど、じゃあやってみようって言ったらですね、案外綺麗に見せるの難しくてですね、まあ、皆さんにこうやって見せてるわけですが、ね。わかってもらおうと思ってね、いろいろ考えたんですけどね、こうやってね、ほら。 ステゴサウルスティラノサウルスでもち,ょちゃんと変わりますよねなのでこれはあの本当にいろんなところに応用されてですねえ街角のねサインとかにも使われますしいろんなところで使われているのでまああの絵が変わるシートみたいなのを見た時にはですねおこれはあれかもしんないっていうふうに思っていただければと思いますということでね今回はね えー、ペンケース。ね。あれに似てるぞの話から恐竜の話になってですね。えー、最後はこのレンチキュラーレンズというレンズですね。まあ、これあの、分かりにくいですけど、拡大すると拡大っていうか、よーく見るとここにね、その縦の、ね、ギザギザが見えます。わかりますかねほら。ね。線が縦に入ってるのわかりますかね解像度の、ほら、こんな感じ。ほら、縦に線が入ってますね。この一個一個が、さっきのこのレンズだと思ってください。こんな感じですね。に並んでますよーっていう。 状態であります。ということで、ね、こんな風になってますよ。ということなので、まあそういうね、科学のことも分かっていくといいかなということで、今日はそういうお話でした。ね、分かったちょっとね、説明もあれでしたけれども、はい、またこんなことをですね、教えられるような番組もやっていきたいなと思います。ということで、今回はおしまいです。で、またね、 いろいろ紹介していただきたいと思いますので、まえー、チャンネル登録とよろしくお願いします年内に5000人いくといいなーなんて思いながら頑張っております以上です